生活保護でもパチン太郎で遊ぶ権利があると主張する人たちに対するガルミンの反応。それじゃあまずは反応を見る前に概要を解説していくよ。生活保護でもパチン太郎で遊ぶ権利はあるこうした主張に多くのサラリーマンが不快感を抱く根本原因普通の人は等価交換の原理に依拠しやすいプレジデントオンライン。よく、生活保護受給者に対して、パチン太郎や競馬をするなんて、けしからんと、与党の政治家が言いますよね。行政側がそうした、生活保護受給者は世間に頭を下げながら生きていくべきだといった姿勢で受給者に対しているということが、何度か問題になっています。罵声を浴びせる側は、俺たちが汗水垂らして働いていた給料から税金が引かれ、それが生活保護費の元手になっているのだから、もらっている人間が楽しんではいかんと主張します。この考え方に対して、それは間違っていると納得させるのはなかなか難しいのです。今のような就職難、低賃金の時代には、汗水垂らして働いていた賃金で、カスカスの生活を維持するのが精一杯という賃労働者がたくさんいるわけで、場合によっては生活保護支給額を下回る賃金で働いている方々も多いと聞きます。これは非常に切実な問題ですね。みんな、金持ちや貧乏な人々、どちらに対しても公平性を求めます。けれど、どちらかというと、金持ちが税金などで優遇されることに対してはそれほど不公平感を持ちません。勝ち組と言われる成功者に対しては自分が努力して金持ちになったのだからと認め、身近なところに不平等感を感じてしまう。負け犬と呼ばれたくない。今の境遇は自己責任なのだから、しょうがない、という風に。差別感情というのは、大金持ちと貧乏人というような絶対的な差異の中ではほとんど顕在化しません。お互いに無関心にならざるを得ない。しかし、同じような貧乏人同士の間にある小さな差異には敏感になってしまうのです。とりあえず日本は働かせすぎ、そして賃金安すぎや間違えた賃金安すぎ。そんなものはないが増約。根本は外国人に受給させること。生活保護者には現金給付じゃなくて現物支給とかスーパーで使える買い物券とかにしろよ。現金持たすとろくなことにならん。3。これ見てると馬鹿らしくなる。パチン太郎する元気があるなら働けるやろ。北朝鮮に送金。パチン太郎する暇と体力あったら働いてください。なんで生活保護でパチン太郎に行く人が多いんだろうね。本当に不思議。ご手数料取って現金化する業者が出てくるだけさ。パチン太郎行く元気があるならボランティアしなよ。守る家族もなかったらパチン太郎するやろな。豪金の使い方もアホだからね。生活保護費でギャンブルできるってすごいよね。ご飯代削るのかな。なんで権利って言葉好きなの多いんだろ。昔は生活保護ってかわいそうな人たちってイメージだったんだけれど、生活ギリギリのお金しかもらえなくてなんとか生き延びてる人たち、いつの頃か日本全体が貧しくなって生活保護が特権階級みたいになった。いや、もらった金だからどう使ってもいいわけないでしょ。生活保護の人って裕福な生活してるイメージ。しゃあないやん、給料少ないんやから。生活保護に頼らず毎日働いてるサラリーマンはもっと恩恵受けるべきだよ。パチン太郎ではなく、マラソンとかゲートボールとかならさほど文句は出ないと思うんだよね。生ポーンヌンより日本の賃金が低すぎること、貧しすぎることが大問題。11労働していた金じゃないからだよ。一攫千金。自分の時間を24時間過ごせて、嫌な思いをして働くこともなく、ワープアよりいい生活しながらパチン太郎なんて許したらいけないやろ。ワープアから搾取した金で遊んでるとかありえないって。ワープアは生活保護者の奴隷か何かですかね。11そんなだから生活保護なんでは。パチン太郎する人がバカなんじゃなくて、寂しいからバカなことしてしまうと思うよ。他のバカはアルコールとかギャンブルとか。そもそも金属玉を引いて回すだけの何が楽しいのか。パチン太郎はともかく競馬はまた国にお金戻すのかって感じ。笑い農林水産省が大元のギャンブルだもの。一生活保護費ってパチン太郎する余裕ないんだけど、こうやって現実的でない人の話ばかりマスコミが報じるのはなぜだろう。生活保護予算は1年に約3兆円だけど、海外へのばらまきは毎年見返りもなく約10兆円支払ってる。最近もウクライナに約20兆円渡したしね。日本人はただですら生活保護率は先進国ダントツで最低で、権利があっても受けてない。本来騒ぐべきは違法な右は作戦や海外へのばらまきなのでは。国が貧しくなると弱い者がさらに弱い者を叩く。この層に入ったら負け組のゴミだということを自覚した方がいいですよ。19実際、在日の特権です。在日の申請は通りやすい。外国人への生活保護は不要。国に帰ってもらう。働けるのに働かない人への生活保護不正受給は厳しく取り締まってほしい。最低賃金でフルタイム働いてる人より生活保護費が多いのはおかしいと思う。最低賃金を上げるべき。本当に必要な人にだけのセーフティーネットであってほしい。中働いて稼いだお金でやるなら何も思わんよね。カスカス。そりゃパチン太郎言ってるの見たら文句の一つも言いたくなるよ。パチン太郎なんてただただ無駄遣いやん。依存するだけだし、生活保護っていう名前なんだから生活の足しにして、余ったら返金してほしいぐらいや。そもそも今のパチン太郎って1日で平気で10万円、20万円負けるんでしょ。生活保護の人ってそんなお金あるの。30円質が楽しいらしいと派手じゃん。音とか光とか、あれでシャキーン。テピカピカ光る瞬間が病みつきになるらしい。
昔プレイステーションでパチンタロウのゲームあったけど、ヘッドホンつけてやると満足できると思うから、スマホでも同じようなパチンタロウ演出アプリがあるといいと思う。未控除が多すぎて手取りにするとそこそこハードな仕事しても大してもらえないという賃金事情があまりにシビアすぎるんよね。大阪で高校無償化を訴えてた JK の部屋にお高い色ペンがあったよな。ここアメリカのようにミールクーポンにしたら異常限決まっていて、嗜好品お酒、タバコ、ケーキなどは買えない条件付き現金支給はやめたらいい。バイトしてる風俗店に生活保護者来るよ。支給日に飲みに行ったりもしてるらしい。11もともと労働意欲のない毒素が多いからですね。生活保護なんて恥ずかしいって思って質素に暮らしてくれ。ならパチンタロウには行けるのに働くことができない理由を教えて。なんでそんなズーズーしい神経なんだろう。税金でもらってるお金をギャンブルに使うなって当たり前のことじゃないの？一生活保護で嗜好品はダメでしょう。お酒、タバコ、パチンタロウ生活には必要なものですからね。ご近所に聖保一族がいるんだけど、全員パチ屋が良い解禁症だって、その店でパートしてるママ友が言ってた。朝から晩まで、元気じゃん。一生活保護のくせにパチを打つバカクズなど、マジで全部死ねばいい、通り魔にでも刺し殺されやがればいい。12海外がそうだよね。生活保護って最低限の生活を保つセーフティネットなんだから、最低限の生活にパチンタロウ必要なんですかって感じだよね。パチンタロウないと生きていけないというなら、それは病気だからお金じゃなくて治療が必要だと思う。また PRASIDENT。 生活保護の人を結構相手にするお仕事してるけど、羨ましいと思えるようなオーラの人なんて一人もいないよ。そりゃ働かないで楽してると思える部分もあるかもしれないけど、みんな独特のなんとも言えない空気感を漂わせてる。あれなんなんだろうな。30今流行ってないけど、昔やってた時はちょっとハマった。好きな台とかあるとやりたくなるしね。私はベルバラの台とかやってみたよ。まあゲームと同じみたいなもんで、それでたまにお金返ってくるからハマるんだよね。一遊ぶ暇があったら働け。29詐欺師なら絵でも描いてろ。人間は娯楽がないと気が狂うらしいよ。生活保護が悪いんじゃなくて給料が低すぎる。一生活保護の金をギャンブルに使うようなダニに生存権などいらない。39パチや店員やってたけど、今は1円パチンタロウや5円スロットってやつがある。11生活保護受給者がパチンタロウに行くのではなく、パチンタロウに行く人が生活保護受給者になるのです。生活保護の人ってお金の心配はないし、ストレスもないから無駄に長生きするよね。パチンタロウ屋の愛人の娘です。皆さんいつもありがとうございます。おかげで何不自由ない生活できてます。せめて私が死ぬまでは通い続けていただきたいですね。11単純にどうやって生活してるのか気になる。生活保護って生活できるギリギリの額ぐらいしかもらえないんじゃないの？パチンタロウできる余裕があるくらいもらえるの？8パチンタロウを何時間もできるなら軽作業できるよね。お刺身食べたいな。仕事はできないけどギャンブルはできますって意味わからない。ご生活保護が受給したお金を巻き上げる怖い人たちもいるしね。一貫ダウノみたいなのがこういうので儲けてる。生活保護連中の金税金も神田みたいなやつに行くってことよね。不正受給の人は論外として生活保護費でパチンタロウする余裕ある？食費をかなり削ってしてんのかな？パチンタロウや競馬に行けるのに仕事には行けないってどういうことなんだ？みんな毎日いろんなもん削ってどんな思いで働いてると思ってるねん。見ず知らずの人間食わすためちゃうぞ。ましてやパチンタロウ？ふざけんな。働くようになってから働く大変さ分かったからこそ、生活保護は絶対もらわんようにしなあかんと思ったわ。39そんな負けないやり方にもよるけど、そんなお金使ってる人は今はいないよ。ごバカじゃね。1に書いてあるくだらねえ嫉妬そのもの。そんなに妬ましいならお前がナマコになれ。6に仕事もしないで搾取するだけの社長が数億数千万円稼ぐのは許されて、身体や知的障害者だらけのナマコはパチンタロウも無理って底辺のひがみでしかねえわ。そんなことほざける元気あるなら搾取する経営者層に噛みつけやザコが。11偏見で申し訳ないけど、パチンタロウって暇だから行くってイメージがある。結局は働いてないから暇を持て余してるのかなと思う。暇ですることないけど金は入ってくるからパチンタロウ行っちゃうみたいな。27週を我慢しながら働いて手取り14万とか、家賃も払ってたらパチンタロウするお金なんか残らないんだけどって思うわ。てかなんかあったらあっという間にこっちが生活保護受けないと生きていけなくなりそう。その時に直前まで働いてたワープアにくれるかわからないけどさ、本当に急に病気になってしまったとかやむを得ない状況になってしまったのなら生活保護も大事な制度だと思うけどちょっと考えてほしい。28層つまり私たちはギャンブルカスを養っている。ごそれは偏見でしょ。私ももう5年ほどいただいておりますが、うつ病で休職した後いただきました。それまでは皆さんと変わらず働いて貯金もしてました。お金の使い方は上手な方です。12現金化した現物買う人いるの？18義務って言葉も好きになってほしい。8パチン太郎なんか体力使わんよ。孫まで生活保護を受けて日本はお金あるねと言っている中国人がいる。にちゃんちゃん安すぎ。ギャンブル依存症の治療を保険適用にするくらいならパチン太郎やおまずなくせばいいのに。
20私はギャンブルするお金もないし、美容室に行く余裕もないけど、生活保護の受給資格はないんだよね。78うつの人でもガルちゃんで他人と喧嘩する元気はあるのね。11息抜きさせてくださいよ。当然ですが贅沢もできないし質素な暮らしです。その中でも楽しみを見つけるのはいいでしょ。私は一円パチン太郎してますが、全然お金かからない遊びですよ。72働くつもりがある人や働いていたことがある人が本当に困った時に助けてもらえるのが生活保護であるべきなのにね。何があっても絶対にもらわないようにするなんて宣言はできないけど、もらわないようにはしたいなぁと思う。現物支給かクーポン券にしたらいいのに本当に。なぜ自由に使えるお金を与えてしまうのか。生活保護は廃止、その代わり安楽死の合法化と専用施設を作るべき。4位や本当それ国民を守る最後の保障なんだから、外国籍の方は母国で保護していただきたい。日本に住んでたら全員保護対象なのはどうかと思う。もうそこまで豊かな国じゃない。納税の義務を果たしたら権利を主張してもいいと思うよ。78生活保護5年ももらって最初に出る言葉が感謝ではなく反論なんですね。87人円パチン太郎打つ暇あるんだったら内職の一つでもすりゃいいのに。買ったお金は国へ返すって決まりにしたらいいのに。ご現金渡すならせめて使い方の制限はかけてほしいよね。ギャンブルに使うのは NG にしてほしい。ギャンブルに使ってるのバレたら支給されなくなるとか。87遊びに行けるのになぜ働かないのですか。働きに行ってるけど、遊ぶ元気は残っていません。ごあれに使ってほしいの。生活保護の方、タクシー乗ってパチン太郎言っているよ。保護する意味あるのかなって、何を保護しているのかなって。1負けたら生活できなくなるじゃん。ギャンブルで勝ち続ける保証はない。負けたらどうするの。借金するの。犯罪でも犯すの。ギャンブル廃刊。61パチン太郎大好きなサラリーマンも金持ちも知ってるからなんとも言えない。まあ生活破綻しない程度のパチン太郎だけど。86喧嘩ってどういうこと。間違ってることを指摘してるだけだよ。41残業救出頑張ったのに所得制限がかかって今までもらえてた手当がもらえなくなり保育料が上がり、体を酷使しただけで収入的にマイナスになった。よほどドカンと稼がない限り日本は頑張ったもの負け。43なんでこういうことだけは真似してくれないんだろうね。10本と昔一度パチン太郎やってみたけど、あの騒音のせいか気持ち悪くなってトイレで吐いて、それっきり。体力あるじゃん。生活保護なんてこんな馬鹿げた制度があるのは先進国で日本だけ。働かざる者食うべからずって言葉は浸透しないね。93位やそれはせこいよ。当然感謝してるけど、コメントに対しての返答なんだわ。78生活保護って貯金ある人は受給できないよね。どういうこと。逆にどういうこと。パチン太郎は人間としての最低限の生活ではなく娯楽だ。その区別もつかないような人間には支給する必要なしだ。パチン太郎なくても生きていける。理性があれば。50これはさすがに通報ごめんね。74ナマポは落ちてる玉拾えばパチン太郎もできる。ねえよ、パチン太郎できるなら働け。政府で禁煙外来通っていた人がいて良い身分だなと思った。78税金泥棒に来たらしい。94内職だけで10万以上は稼げないので。ねえよ、そんな暇あるなら働け。43それぞれ住んでる自治体と隣接自治体のみで使えるようにしたら多少の地域活性化につながるかも。87働かないやつに息抜きって必要。生活保護費でパチン太郎行って全然お金のかからない遊びと言えるところがすごいずぶといね。97うつがあるので働くのは無理なのです。でも復帰できるように頑張ってますよ。パチン太郎やなんて全部潰れたらよい。108横ですが大金じゃなければ貯金できる。20万円とかその程度ではあるけど。108貯金を切り崩した後の話です。34窓口にいる職員さんは貧困の現場を見て決めるわけじゃなくて、かわいそうアピールの凄さに圧倒されて決めてるからね。自分の悲惨な状況を上手にプレゼンできない真面目な日本人には支給されないわけだ。101その違いだよね。パチン太郎依存になる人はお金もなくなる。23趣味のマラソンやゲートボールをするためウェアや道具を揃える必要がありますとか言って高いの買ってても文句言わない。109なんですか。120うつは甘えですよ。怠け者の言い訳です。8度もホルンリンクルの雫を見守る仕事とか適任じゃんね。87間違えてプラスをしちゃった。バカでも脳死状態でできる遊びといえばパチン太郎やギャンブルだからね。そや、たまの息抜きに映画見たり本読んだりしても、理解する脳なければわかりやすいパチン太郎にのめり込んじゃうわな。金の計算もできないから、そんなにお金使ってないよ。とか、トータルで買ってるよ。とか平気で言うのがパチンカス。115泥棒ではないです。正当な権利です。11医療機関で働いてたんだけどパチン太郎行くタイプの受給者は厚かましいんだよね。ウォーターサーバー置いてたけど3杯ごくごく飲んでお薬手帳を毎月ゆする。マジでメンタルが普通の人とは違った。なぜパチン太郎行ってるって知ってるかというと本人が公言してたから。別に生活保護でもパチン太郎しても構わないけど。
ただ、パチン太郎につぎ込んで、生活費がない働く気がなくて、ずっと生活保護ってのはなし。114最終的には税金を無駄に使う金額が減って良いのでは？って思ったけど、タバコって半分以上税金だった気もするから、もしかして喫煙してる生活保護の人は返してくれてるのか。パチン太郎じゃなくてスマホでデートレやればいいのに。毎朝起きるの楽しみよ。小遣いも稼げるし。43ある中にもならないし、健康的でいいよね。128歳でいいですね。8で首固定して座ってるだけだよ。871円でもお金かかってるじゃん。それを電車賃とかにして就活したら良いんだよ。事情があるなら生活保護も仕方ないけど、パチン太郎なんてできるやつは働けるよね。生活保護の不正受給と同じだよ。働けよ。社会のお荷物支援なんてする必要なしがしして結構。78生活保護の人って、やっぱり生きていくだけの能力や知能に問題があるんだろうね。だから受給してるんでしょ。そんな能力もない人間を生かせたところで日本に貢献してないし、ただ他人のすねかじって虚しくならないのかな。病気って言えば許されると思わないでね。43クーポン券だとそれを安く買い叩いて現金に換金する業者が出てくるから、どうせスマホ持ってる受給者がほとんどなんだからアプリにしちゃえばいいよね。パチン太郎に使う人もいれば保護費が少なくてご飯は1日1食しか食べられないとか言ってる人もいて、どっちが正しいのか謎すぎる。114それくらいしないとタバコやめられなくてお金が足りなくなって生活できなくなっての繰り返しだから治療するんだよ。治療の結果お金が浮いて、あなたが嫌悪する生活保護から抜け出せるようになるケースもあります。131正当な権利なのはいいんだけど、あなたの言い方が良くないかな。別にへりくだれってことじゃなくて、そこに感謝の念とかが垣間見えないのは反感買っても仕方ないよ。93確かもらってる年数が増えれば増えるほど、もう真面目に社会復帰する人はいなくなるって統計が出てる。5年の間に感覚が麻痺してしまったんだと思う。87人権剥奪してほしい。だって勤労の義務も納税の義務も負ってないんだ。物義務を果たさぬ者に権利なし。23を会社とかに行くのもいいと思う。143保護費もらってて食費が足りないって方が怪しい。支援じゃなくて処分できないの？どっかの島に捨てるとか。何これよ。月に1万くらい払ってる税金が働いてない奴に1時間で溶かされたら文句言いたくなるよ。生ポの親戚いるけど、それは口酸っぱく言わせていただいてる。身を削って残業までして払った金をドブに捨てるバカは恥知らずだよ。パチン太郎で当たるかどうかもわからないものに生活保護の金で遊んでる人たちがいると思うとイラッとくるし、そういう人たちにはいつか天罰が下れと願ってる。141横だけど、自分がどれだけのこと言ってるのわかってる？ちょっとヤバいレベルだよ。何にそんな殺気立ってるの？17炊き出しとか行くんじゃない？ホームレスにご親切にボランティアが食料配ってたりもあるみたいだしね。でも家はあるのか？一毎日必死に働いて昨日ボーナスもらったの。予定期昇給あったから今回のボーナスも期待してたんだけど、まさかの昇給に増税が追いついて全然増えてなかったのよ。この気持ちこの人たちにわかるのか。ただでもらった金はわよくば増やそうって考えがダメだって言ってんの。23でもマラソンやゲートボールできる元気があるなら働けってならない？そういうのもままならないほど働けず困窮してる人は恥ずかしがらず受け取ってもらいたい。パチン太郎は論外。154よこ正論でしょ。116稼げなくっても正方形ながら作業所とか就労支援で少しでもお金稼いでみたらどうだろう。一生正方と一円パチン太郎だけで終わっちゃうのもったいないよ。ちょっと外で働くだけでもまた人生って変わってくると思うけどな。社会との接点って大事だよ。64それ私も不思議だった。パチン太郎以外にもネットでよく知人は生活保護なのにブランドバッグ買ってる、あそこのお宅は生活保護なのに高級車乗ってるみたいなコメント見るけど、そもそもそこまで贅沢できるほどもらえないだろうし、車なんて乗ってたらバレて打ち切られるよね。生活保護でそんないい暮らしってどういう仕組みなんだろう。11早い話、パチン太郎とゲーセンの海物語がいらんのよ、日本に。1ランブルお酒タバコ車の所有と運転は基本禁止されてるんではないの？109さっきからいじめて楽しい？側から見てて相当深い。何歳でどんな仕事してる人なのか興味あるわ。163あと貯金。働けない事情があって生活保護は良いんだけど、生活保護もらってパチン太郎やってるやつにろくなのがいないんだよ。そんな暇あるなら働いてほしい。生活保護は本当にギャンブルには使えないクーポン券にしてほしいよ。生きる価値のない人間を無理やり生かす。87その息抜きが例えば週1人からとか月1回転寿司とかなら別に全然良いと思うよ。なんでギャンブルなの？50マジかよ。なんでこんなにプラスが多い？これが噂のガルちゃんクオリティ？5最低限度の衣食住が賄える程度でいいよね。私は働いてるから娯楽としてスマホ持ってるけど、お金がないなら別にスマホなくなくたって生きていけるし、生活保護の人は医療費だって無料。雨風しのげるかと食べ物、気候に適したい服だけでいい。お金のかかる娯楽なんて贅沢だよね。17非課税世帯にちょくちょく給付金あるけど、政府にもあるのかな？
だとしたらもらいすぎだよね。パチン太郎とか元気じゃん。23でもマラソンやゲートボールできる元気があるなら働けってならない？そういうのもままならないほど働けず困窮してる人は恥ずかしがらず受け取ってもらいたい。パチン太郎は論外。パチン太郎で遊んでる時点で権利なんじゃねえ？働け。最後までご視聴いただきありがとうございます。議論はまだまだ続いていましたが、今回はここでおしまい。思うところがあったらコメントやチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。